こんにちは、ミニマリストユミニャンとトイプードルのジャスミンです。皆さんのお家にはどんなものがありますか？この動画ではミニマリストの私が持っていないものをご紹介していこうと思います。以前持っていない家電はこちらの動画で紹介したので、今回はですね、持っていない生活用品についてお話をしていこうかなと思います。で、最後にですね、捨てたんだけど後悔して、もしくは必要になって買い直したものをね、紹介していきますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。このチャンネルではミニマリストで節約や趣味の私が皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、よければチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。物って管理コストがかかると皆さん思いませんか？新しく物を買ったら、これはここに置くっていう、その物の居場所を決めなきゃいけないじゃないですか。で、物と物がこう満員電車状態だと、なんかそのちょっと取り出そうとしてる時に雪崩が起こってガガガガガってなって、物がぐちゃぐちゃになってしまったりとか、そもそもどこに置いていいか居場所を決めてなくて、まあいつもどっか行っちゃってるみたいなこととか、忘れてる間にまた同じもの買っちゃったりとか、気づいたらホコリだらけになってたりとかありますよね。で、一番最悪なのが物がどんどん増えていって、もっと広いお家に引っ越さないといけないってなって、物にどれだけ家賃払うんだっていう感じですが、そういうことになってしまうと、まあ、なのでですね、物って結構管理コストかかるなと私は思っています。特に私、小さい頃神奈川の田舎に住んでたんですよ。で、自分の4畳半の部屋があったんですけど、そこにぎゅうぎゅうに物を詰め込んでいたらですね、よくですね、ムカデがたくさん出たんですよ。要はタンスの後ろとか隙間とかにムカデがいて、で、毎月バルサンしてたんですけど、毎月そのままバルサンして、あと型を見つけちゃうんですね。だからそんな感じで、こう、狭い隙間ってね、いろいろゴミが詰まったりして、そういった虫が湧いたりするので、すごく嫌な記憶があります。で、今はミニマリストな生活に目覚めたので、家に結構物がどんどんなくなっていったので、そういう心配はなくなってきました。で、その中でも私がこれは特に捨ててよかったなっていうものとか、まあ当たり前に皆さん持ってるけど捨ててしまったもの、あとは実際に捨てたけど後悔して買い直したものとかを本日はお話ししていこうと思います。で、これからミニマリストになりたいなって人とか、で、もうすぐ年末じゃないですか。で、年末に向けて家のものをお片付けしていきたいなって人はぜひ参考にしてみてもらえると嬉しいです。今年もね、あと数ヶ月になってしまったので、家の中片付けてスッキリして新年を迎えたいですよね。それでは実際に私のお家にないものを10個紹介したいと思います。まず1個目。1個目はバスタオルですね。バスタオルは結構ミニマリストじゃない人でも最近持ってないよっていう人が増えてきましたよね。バスタオルってやっぱ洗濯するときに大変なんですよね。この世の主婦の方わかると思うんですけど、バスタオルって洗濯ボリュームがめちゃくちゃ多いので、すごく洗濯コストがかかります。バスタオルってこうなんかちょっとこぼしちゃったっていうときに使えないじゃないですか、大きすぎて。そういうときはフェイスタオルを使うので、なんか結局バスタオルと小さいタオル両方必要になってくるんですよね。なのでバスタオルよりは私フェイスタオル2枚の方が使い勝手がいいなと思って今フェイスタオルにしています。手を拭いたりするのとか、なんかあったときにちょっと汚れたら拭いたりするのとか、あとお風呂入った時に髪とか体とか拭くのを全部同じタオルにしています。やっぱり小さいタオルなんで乾くのとかも早いし、洗濯のボリュームも少ないのですごく助かっています。ちなみに大きいふわふわのバスタオルって結構毛羽立っちゃって、洗濯するとそれがなんかこういろいろゴミがそこにくっついたりとか、なんか洋服 T シャツとかがちょっとバスタオルの毛がついちゃったりとかするので、今は割とツルツルの100均のフェイスタオルを使っています。それで全然後悔していません。で、我が家にないもの2つ目は綿棒ですね。綿棒って皆さん結構持ってますよね。私も綿棒すごい好きで、なんか耳をこうほじくるとき快感じゃないですか。あれが気持ちよくて結構やりすぎちゃってたんですよね。なのでよく耳から出血してたんですよ。これまずいなと思って、このままだと耳がおかしくなっちゃうと思って、もう一層捨てました。女性だと化粧するときとかに綿棒でちょっと直したりとかっていうので使うと思うんですけど、今はそれがなくてもティッシュで自分でやったりとかっていうのができるので、特に困ってはいません。最初はね、慣れなかったんですけど、今は綿棒を捨てたおかげで耳から出血することもなくなりましたし、まあ今ほんと捨ててね、満足です。あれ意外とこうちょっと移動するときとかにバーって出ちゃうと大変なこととかになってしまったり、綿棒をずっと使ってると綿棒が切れたときに、あ、綿棒買わなきゃみたいなのとかで結構脅迫観念に駆られたりするので、まあ一層捨ててしまって、そういうのから解き放たれたので割と楽になりました。で、我が家にないもの3つ目は歯磨き用のカップですね。こうマグカップ、歯磨きするときの。で、これつい最近まで持ってたんですけど、ミニマリストあやさんのお家に遊びに行った時に、あやさんがプロテイン用のシェーカーで普通に水とか飲んでたんで、あ、これだと思って、私も今まで歯磨き用のマグカップとプロテイン用のシェーカー2つキッチンに置いてたんですよ。で、結構邪魔でガシャガシャしてたんですけど、なのでプロテイン用のシェーカーだけにしました。で、そっちだけにすることによってマグカップ捨てられたから、結構キッチンすっきりしてよかったですね。キッチンってほんと狭いから、いろいろ物ぎゅうぎゅうだとガチャガチャしたってイライラするんですよね。なのでそこがすっきりしてよかったです。で、プロテインのシェーカー今まで
までプロテインがこびりついて嫌だったんですけど、普段歯磨きで使うことによって洗う回数が増えたので、結構清潔感が保たれるようになったっていう副次的な効果もありました。なので今プロテインのシェーカーを使ってて満足しています。プロテインのシェーカーも汚れやすいので私は100均のものを使っていて、まあこれも汚れが取りにくくなったなと思ったら100均で買い替えます。で、私の家にないもの4つ目は生理用品ですね。私結構生理が重くてですね、低用量ピルっていうのをホルモンバランス保つために飲んでいます。で、そちらを最近3ヶ月に1回生理が来るものに変えたんですよ。なのでほとんどですね、結構血が出なくなって、ピルがね飲み始めたりするとあんまり生理の時に出血しなくなる人も結構いるんですよ。私も割とそういう感じで最近薬変えたらなったので、もう生理用品がいらなくなったよっていうことで捨てましたね。生理用品でね、女性の方わかると思うんですけど、ものすごい量なんですよね。結構夜大量に出てしまう方とかは夜用のおむつみたいなとかも含めると1回でこれぐらいのこうボリューム、なんか食パン1斤以上ありますねぐらいを結構使うんですよ。なんでそれが3ヶ月分とか半年分とかあると、トイレの棚がパンパンになるぐらい生理用品がねこう溜まっちゃったりします。実際旅行とか行く時に生理が近い時とかだと、もうその食パン1斤連れて歩くみたいなので、結構旅行カバンのボリュームが増えちゃうんですよね。女性はそういう悩みがあります。なんで私の場合はたまたまその生理用品がですねなくてもいいようになったので、捨てましたっていうところです。これでだいぶですね、その食パン何斤もある状態ぐらいのこの大ボリュームの生理用品が捨てられたので、結構大きく場所は空きました。で、私の家にないもの5つ目は靴下ですね。靴下以前嫌いなんですっていう動画を上げたらかなり反響があって、女性の方結構靴下嫌いな方多いみたいですね。なんかこう嫌ですよね。ストッキングとかも嫌だし、靴下はなんかこうイライラするとなので、いっそのこと捨ててしまいました。で、結構最近寒くなってきたんですけど、アグのムートンブーツみたいな、ムートンのモカシンか、フラットシューズみたいなのを買ったので、それ素足で履けるものなので、今年の冬外に行くときはそれを履きます。ただ家の中だと結構寒かったりとかするので、そういう時用に部屋用のモコモコ靴下みたいなのは1個買おうかなと思っています。これも近所の100均で売ってるので、それを買おうかなと思います。で、私の家にないもの6つ目は洗濯用の洗剤と柔軟剤ですね。で、これはもう5年ぐらい持ってないんですけど、以前紹介、こちらの動画で紹介した洗濯マグちゃんっていうものを使っていて、これマグネシウムがこう水と一緒に溶け出してですね、すごく綺麗にしてくれるよっていうもので、汗の匂いとかカビ臭いものとかをこうねどんどん取ってくれるんですよ。なので洗剤を使わなくなってから、生乾きの嫌な匂いもなくなりましたし、汗じみみたいなの匂いもなくなりましたし、洗濯槽がそもそも匂わなくなったんですよ。まあ今は洗濯機がちょうどないのでわかんないですけど、前の家で何年も使ってた時はそういう効果がありました。で、私柔軟剤も鼻がいいので、あと結構肌が弱いので、柔軟剤使うと臭いなみたいなとか、肌がこうチクチクするなっていうのがあったんですよ。なので柔軟剤はなくして、そんなにねふわっとさせたいものも洗うわけではないので、特に困ってはいないです。柔軟剤の必要性は そこまで今まであんま感じたことがないですよね。さっきの話でタオルとかも割と薄いものを使っているので、なので洗濯用の洗剤とか柔軟剤がなくなることで匂いもすっきりしましたし、なんか洗剤とかがあると触るたびにこう手にちょっとついたりしません？で、ここにベトベトになったりするっていう、あれがなくなったのでよかったなと思います。意外とね場所取りますし、なければないでまた買わなきゃみたいな脅迫観念出てくるので、まあこういういつもあるものみたいな意外となくしてしまうとかなり楽になります。我が家にないもの7個目はスーツケースですね。私は以前結構海外に大学生の頃とかよく行ってたんですけど、でスーツケースすごい大きいの買ったんですよ、ヨーロッパとか行くようにですね。でも実際に中スカスカだったりするんですね。お土産そんなに買わない限りそんなに持ってくものはあんまないですよね。なんか向こうで着るものとかも、あったかい地域だったらワンピース1個持ってけばいいし、寒い地域だとセーターとかを重ねますけど、セーターって別に毎日都会引っ換えしなくても1週間ぐらい同じので、もうインナーだけ買えればいいので、なので意外とそんなに持ち物ないなと思ってスーツケースは捨ててしまいました。で、最近旅行に行く時とかはこちらの動画で紹介してる、こう折りたためる、小さくコンパクトに畳めるボストンバッグですね。こういわゆるサブバッグで、お土産がスーツケースから溢れた時に使うやつなんですけど、もはやそれをメインで使っています。こちらの動画で紹介してますので、よければ見てください。で、私の家にないもの8個目はゴミ箱ですね。ゴミ箱ってなんかこう汚れるじゃないですか。で、ゴミ箱をきれいにするのがまたストレスになるんですよね。あと開けた時ちょっと臭かったりするのも嫌なので、取っ手がついてるゴミ袋を買って、こう引っ掛けられるところに引っ掛けています。ちょうど今はですね、玄関のところに引っ掛けています。で、これを週に1回か2回ぐらい捨てるっていう感じにしています。で、ゴミ箱みたいなです
ですね。結構それ自体が汚いものがこう蓄積されちゃうみたいなって、割とこう管理コストが高いなっていうのがあるので、まあこれはかなり捨ててよかったなと思います。汚いものが家にあるってちょっと嫌ですもんね。で、私の家にないもの9個目。9個目は同様にしてですね、三角コーナーです。まあ今は自炊しないんで、その元々入れないんですけど、以前結構自炊していて、三角コーナー使ってたんですけど、三角コーナーも料理が終わるたびに綺麗にしないと、ぬめりがこう発生して、匂いとかが発生したり、カビがね、出てきたりとか、そこに小映えが湧いたりするじゃないですか。だから、もう三角コーナー自体を捨てました。三角コーナーがない状態だと、まあ、料理するときはちょっと横に食材買ってきた時のビニール袋を置いて、まあ、そこにいらないものを捨ててっちゃって、料理終わった時にも片付けて、それも一緒にゴミ袋に入れるっていう感じですね。やっぱり、夏場の小映えが湧くの大体三角コーナー原因だったりするので、ね、これもまあ、なくなってきり、衛生的になったかなと思います。まあ、普段から、こう、綺麗にメンテナンスしてる方はいいと思うんですけど、私は割とズボラなので、まあ、なくなったことで、無理やり解決した感じです。で、私の家にないもの10個目。10個目はですね、電池ですね。これはもう昔必ず家に電池ってありましたよね。電池で動くもの多かったですね。時計とか、なんかおもちゃとかそういうものですかね。で、私はもうなんか電池で動くものがなくなったんですよね。なので、家に電池だけあったんですけど、電池を使うものがないので、電池はもう捨ててしまいました。もう今、充電タイプの電池で唯一使ってるのがブラーバーですね。あとは全部コンセントに直接差し込んで充電をしているものが多いです。もう電池使う機会って結構ね、なくなりましたよね。なので、まあ捨ててよかったなと思います。これは時代の進化のおかげで捨てられたっていう感じです。以上、私の家にないもの、捨てたものは10選でした。で、逆に買い戻したものもあるんですよね。いろいろとりあえず捨てたけど買い戻したみたいな。で、それも5つ紹介していきます。1個目はですね、歯磨き粉ですね。私、ホワイトニング用の歯磨き粉を使ってたんですけど、ちょうど全部使い切っちゃったので、1ヶ月半くらい使ってなかったら、歯に結構コーヒーとか紅茶とか飲んだ時にステインがくっついちゃって、歯が一気に汚くなっちゃったんですよ。あ、これはまずいなと思って、最近歯磨き粉を買い直しました。なので、やっぱ歯磨き粉をミニマリストに持ってない方いますけど、コーヒーとか紅茶とか飲まない方はいいと思うんですが、私は割と飲む機会があるので、そういう方はですね、あった方がいいかなとは思いました。で、続いて私が買い直したもの2個目。2個目はね、軍手ですね。手にはめるやつ。で、以前、近所のアパートの前のね、草むしりを自分にした時に、軍手汚くなったんで、そのまま捨てちゃったんですよ。で、今までは月に1回近所の町内会のゴミ拾いみたいなのやってたんで、軍手持ってたんですけど、最近感染症の影響で、ゴミ拾いが中止だったんですよ。なので、軍手もね、そのまま汚くなったから捨てちゃったんですけど、で、ようやくその自粛みたいなのも落ち着いてきたんで、そういうボランティア活動も少しずつ再開してきました。で、町内会のですね、ゴミ拾いもですね、再開するそうなので、また軍手を買って、ゴミをね、拾っていこうと思います。こうなんか、掴むトングみたいなのを持ってるんでね、ゴミをね、朝取ってって、街をきれいにしていきたいなと思うので、軍手を買い足します。まあ、軍手とかも100均で売ってるので、必要になったら、買ってきたくなったら捨ててでいいかなと思います。で、続いて私が買い直したもの3つ目。3つ目はテーブルと椅子ですね。今もパソコンをこのテーブルに置いて、カメラもテーブルに置いて撮ってるんですけど、テーブルと椅子は、実家までね、遡らないとずっと持ってなかったんですよ、ここ十何年。でも、リモートワークに伴って買いました。家でやっぱ何時間もパソコン作業するんだったら、ベッドとかソファーとかだとかなりですね、肩が痛くなっちゃうし、目が疲れちゃうんですよね。で、頭痛になったりとか。なので、やっぱりあった方がいいなと思って買いました。リモートワークなかったら、そんな長時間やらないから買わなかったかもしれないんですが、まあ、これはリモートワークのおかげで買わなきゃいけなくなったっていうところですね。まあ、家でパソコン作業やる人は、やっぱちゃんとそのパソコンに合わせた椅子、特に椅子とかですね、用意した方が体にいいのかなと思います。で、買い直したもの4つ目。4つ目はスリッパですね。スリッパもいらないかなと思って一時捨てたんですけど、私、犬がね、いる、ジャスミンちゃんがね、こうやっているので、ジャスミンちゃんがね、よくこう、あちこちに自分の餌を持って帰るんですね。犬ってなんか、こう、自分の食べたい場所にその持ってく習性があるのかわかんないんですけど、まあ、なんで、その食べかすみたいなので、割と床がこう汚くなったりとか、ベトベトしてたりとか、そういうのがあるので、スリッパを買い直しました。で、スリッパで、まあ、それを防いでるっていうだけですね。で、スリッパとかもすぐね、そういうので汚くなっちゃうんで、もう100円均一とかで買って、汚くなったら買い直すみたいにしています。で、私が買い直したもの5つ目。5つ目はヘアオイルですね。ヘアオイルと、肌に塗ってるワセリンを一緒にできないかなと思って、ヘアオイルがなくなったタイミングで、ワセリンで1週間過ごしたんですよ。髪の毛は結構落ち着くんですけど、髪がすごいベトベトになっちゃって、サラサラにはならなくて、こう、べっとり落ち着くみたいになったんですよ、ワセリンだと。なので、ワセリンだとダメだっていうことに、まあ当たり前ですけど気づいたので、今はやっぱりヘアオイルをもう一回買い直して、ユスのヘアオイル、ドラッグストアで一番安いやつを買ってるんですけど、それを買い直しました。髪の毛ね、こう、広がりやすい人とかはやっぱヘアオイル貼った方がいいかなと思います。というわけで、私が家にないもの10個と買い直したもの5個でした。捨ててもですね、安く100均とかでこうすぐ買い直せるものとかっていうのは、別に捨ててもそんなに後悔しないかなと思います。やっぱり高いものとか思い出があるものとかね、
捨てるの大変だと思うので、これいつでも買い直しができるよっていうものから捨ててみたらいいかなと思います。というわけでまとめですが、うちにないもの捨てたものを10個は、1個目がバスタオル、2個目が綿棒、3つ目が歯磨きカップ、4つ目が生理用品、5つ目が靴下、6つ目が洗濯用の洗剤と柔軟剤で、7個目がスーツケース、8つ目がゴミ箱、9個目が三角コーナー、10個目が電池でした。捨てたんだけど買い直したものが、1個目が歯磨き粉、2個目が軍手、3つ目がテーブルと椅子、4つ目がスリッパ、5つ目がヘアオイルでした。人によって必要なもの必要じゃないものって全然違うので、私には必要なかったけど皆さんには必要なものとか、私は必要だけど皆さんはそれいらないよってものとかあると思うんですよ。なのでもうすぐ年末ですしね、皆さんもこれってなんか普段なくてもいいなとか、私これあんま好きじゃないなってものとか、すぐ買い出せるものとかを捨ててみると新しい習慣にですね目覚めるかもしれません。私も綿棒依存症だったんですよ。耳ねずっと引っかいちゃって、でも捨てたら捨てたで全然大丈夫だったんで、意外とそういう新しい自分発見できるかもしれません。身軽になるとですね、こう満員電車状態の家のこうぐちゃぐちゃになってるものからこう解放されて、冒頭で話した管理コストも結構下がるので、スッキリしてお気に入りのものだけに周り囲まれるようになるんで、割と気持ちいいんでおすすめです。で、今後もミニマルな生活や節約の工夫とかを配信していこうと思いますので、よければ右下に赤い文字でチャンネル登録っていうボタンがありますので、ぜひそちらを押していただけると嬉しいです。また通知ベルマークもオンにしていただくと、私が動画を上げたタイミングでお知らせがいきますので、ぜひそちらもお願いします。それでは本日は以上になります。バイバーイ。